今日は2016年8月30日今午前10時22分です。今日の朝日新聞には、中学生の自殺が4年連続増加しているというのが第一面ですね。1年で102人中学生が死んでいる。まあ中学生だけですよね。日本人全部合わせると1万人は今切ったんですが、一時期は1万人超えてましたね。自殺が多い。まあ自殺の理由はいろいろあるでしょうけれども、まあ、中学生の場合はいじめ自殺が多いんじゃないですか。31面には、電車にはねられて死亡した女子学生が、これも中学2年生ですね、いじめないでというふうにスマホに、書き込んでいて、自殺した。これはもうどう見てもいじめ自殺でしたね。で、30面にはこの間の埼玉の16歳の子供がみんなで寄ってたかって暴力を受けて、殺してしまった事件、初対面から6日間で結局、まあ、攻撃する側と攻撃される側が生まれてしまって、そして本当に些細な理由で殺してしまうほどのことをやってしまう。なんでそういうことが起きるのかという話なんですけれども、いろいろみんな言いますけれども、私は繰り返し言うのは、大人社会がそういう社会でしょうということですよ。さすがに大人になると全く理由のないバカな人をいじめ殺すことはしないけれども、このここにありました沖で、今あそこにネオフォトニクスって立っていますけれども、ここで働いまだ働いてますけど、私の友人はあそこの建物の中ですよ、中で集団ストーカー行為というのを受けましたよね。みんなで寄ってたかって彼のそばで鼻をすすったり咳をしたりして音を出す。このいじめの手口としては、これも有名なノイズキャンペーンというやり方ですよね。で、本人がなんでそんなことをするんだと言ってもとぼける。何の理由もない、ただ咳がしたいから咳したんだ、鼻すすっただけでお前にそんなに迷惑かというようにとぼけるんだけども、毎日何十人とやってきてはそばで音を立てる。明らかに自分に対してみんなが嫌がらせをしているんだというのが分かるけれども、証拠がない。そしていくら訴えても、お前が精神的に病気になってるんだろう、医者に診てもらえというふうなことで言って、産業医に、その会社の病院に、その医者に診てもらっても、精神的なストレスが溜まっていて、そんなふうな妄想が見えるんだろうとか、なんとか言われた。そして苦しんだ挙句、まあ、自殺をしてしまう例もあるわけですよ。まあ、これはこの子供たちが埼玉県で男の子を川の中に、頭を水の中につけて息できなるまで窒息死させるようなことに比べれば、直接的ではないけれども、このやられてる相手が自殺するかもしれない、そういうことは容易にわかるわけですよね。自分がそんな目にあったらただでは済まない、それが容易にわかるわけですよ。にもかかわらずやってるのは、基本的にはこの埼玉県の中学生たちと同じですよね。ただ違うのは、企業ぐるみでそれをやってるということです。まあ、私の友人は会社の言いなりにならない、もうあれから30何年も経つ、もう40年近く経つわけですけれども、指名外交葬儀の時から葬儀をやってる人たちを支援して、ラジオ体操を拒否して、会社に
会社の言いなりにならない人間として生きてきた。そういう経過のある人間がそのターゲットになっていて、会社に都合の悪い人間を寄ってたかっていじめるんだという、まあ企業ぐるみのいわば目的があってこういうことがされるわけです。その辺が違いますわね。しかしまあある意味この子供たちよりも立ちが悪いですよね、そっちの方が。私は繰り返し繰り返し言いますけども、そうこういういじめの例というのは枚挙にいとまがないほど、沖電機だけじゃないんですよ。日本中の大企業の中で陰湿ないじめというのは昔から続いてますよね。労働組合潰しで行われたり、まだ労働組合潰しのような場合は組合第二組合だったり、そういうメンバーが集団で攻撃を受けるから、攻撃を受け取る人たちが集まってお互いを励まし合ったり慰め合ったりできるけど、それをバラバラにしておいて攻撃するようなことがだんだんやる方も業務用になってきてやってきたわけです。こういう状況がですよ、大人の社会でずっと続いていて、そういうことが悪いことだというふうに社会的にはっきりと認知されない。たまにはニュースになりますよね。裁判を起こした人がいて、それがニュースになったりしますけれども、そして以前にはそういう企業の中でのいじめの問題というのが新聞で特集されたりしたことがありますよ。しかしその頃から比べて今が良くなったかといえばそうでもないにもかかわらずですよ、問題になかなかならないですよね。バラエティ番組とかさまざまなテレビの特集とか、そういう中で子どもたちのいじめの問題が取り上げられて、どうすればいいんだ、教育の問題、親のしつけの問題、いろいろ言いますけど、大人たちが職場の中でいじめをやっていてその真似なんだという指摘は私は聞いたことがない。しかしそれが事実だと思いますよ。親たち、大人たちの生き方が人をいじめて自殺に追い込むことが悪いことだというふうにみんなが思っていない。公の場に引き出されて質問されればそれはそういうことは悪いと言うでしょう。しかし実際にはやってるんですよ。まあ私の戦いのテーマはまさにその部分ですよね。一時が万事で、子どもたちはこういういじめをやって正義感というものが欠落していて、こういうことをやっちゃ悪いだろうというふうに思えない。大人たちがそういうことをやっちゃ悪いよというふうに態度で示していないからですよね。弱い者は寄ってたかっていじめていいんだ、都合の悪いやつには攻撃をかけてそいつを殺してしまっていいんだ、バレないように上手にやればいいんだ、バレるようなアホなことはしないけれども、というところが子どもたちに伝わっていないから今回こんな結果になりましたけども、まあ大人たちのように陰湿に上手にいじめをやってる子どもたちも少なからずいるでしょう。私が指摘しているノイズキャンペーン、私はインターネットで公表していますから、あるいはどこかの学校でこれをやってる子どもたちがいるかもしれないですよね。まあ情けない話だというふうに思います。しかしそれを止めようとした方がいいでしょう。自分の子どもや孫がこういういじめの対象になったらどうしますか。学校を卒業して会社に入っても会社の中でそういういじめのターゲットになったらどうしますか。いじめのターゲットにならないようにいじめる側に回れというふうに教えるんですか。強いやつというのはいじめられるんじゃなくていじめるんだ、そう教えて世の中がギスギスしてもいいんですか。人らしく生きようという歌をまたアカペラで歌っています。愛する者のためにと自分を偽って転勤に応じたあなた、
バラバラのあなたの家族は本当に幸せでしょうか。人らしく生きよう、人らしく生きよう。あなたはもっと優しくて、あなたはもっと強い。綺麗事では生きてはいけないと、いじめる側に回ったあなた、会社の中にあなたの心の友はいますか。俺には関わりのないことだと、見て見ぬふりをしているあなた、会社の中のあなたを子供に見せることができますか。人らしく生きよう、人らしく生きよう。あなたはもっと優しくて、あなたはもっと強い。長いものには巻かれるしかないのだと、人生を決めつけているあなた、戦う人ほど人らしく生きれることを知っていますか。人らしく生きよう、人らしく生きよう。あなたはもっと優しくて、あなたはもっと強い。あなたはもっと優しくて、あなたはもっと強い。ということで今日はこれぐらいしておきます。よいしょ。